おはようございますただいまから交通、産業交通水道委員会を開会いたします。本日は政府委員長5000後、最初の委員会ですので、私から一言ご挨拶を申し上げます。この度産業交通水道委員長の重責を仰せつかりましたが、円滑な委員会運営ができますよう。 精神精一努めてまいりますので副委員長をはじめ委員の皆様方の絶大なご支援とご協力をよろしくお願いいたしますなお副委員長の委員長職務代行の順位でありますが赤坂ひとし副委員長菅谷公平副委員長の順でよろしくお願いいたしますそれでははじめに委員会運営にあたりまして委員の皆様にあらかじめお願いしたいことを申し上げますはじめに 本委員会のモニター中継についてでありますが昨年度と同様 <coughs> 委員会要項に基づき実施いたしますこのため委員会での発言につきましては必ず委員長の指名を受けてからマイクを用い,て用いて行っていただきますようよろしくお願いいたしますなお本日は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としてご発言をいただく際は委員は質問者席に理事者は 答弁者席にお移りいただき、発言していただくことといたします。また、併わせて本日はモニター室を閉鎖しておりますので、ご承知おき願います。次に、委員会室におけるパソコン及びマルチプロジェクターの使用についてであります。まず、パソコンについては、ノート型パソコン、またはキーボードを接続したタブレット型パソコンを使用することとし、委員会の審査と無関係な用途に <laughs> 使用しないこと、委員会の審査の し <laughs> しました <laughs> 録音や撮影は行わないこと、電子メールの送信などはしないこと、他の委員の迷惑になる行為を行わないことなど、使用基準に基づいて使用していただきますようお願いいたします。なお、出席を求められた理事者や非正規者にも使用基準、使用基準等の遵守を条件に、パソコン、その他、情報通信機器の使用を認め,て認めますので、ご承知おき願いますまた <coughs> マルチプロジェクターについても使用される日の3日前までに申し出をすることなど使用基準に基づいて使用していただきますようお願いいたします次に委員会室における携帯電話の取り扱いについてであります法委員会においては原則として携帯電話を持ち込まないこととしやむを得ず持ち込む場合も必ずマナーモードにするなど委員会運営の支障にならないよう皆様の ご協力をよろしくお願いいたします。次に一般質問の取り扱いについてであります。まず委員会期間、審議期間中の委員会の一般質問については、審査案件の有無にかかわらず、委員会の冒頭に局ごとに一般質問の有無をお諮りいたします。なお、質問のある方はその際に質問項目をお知らせいただくこととし、理事者については、<coughs> 関連する理事者のみの出席といたします。また お申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。次に、審議機関外の委員会の一般質問については、各局の審査案件の有無にかかわらず、事前通告制といたしますので、質問内容を原則として委員会前日の午後5時までに事務局を通じて委員長にお申し出いただき、 その内容にに関すす。す。るる理事者に限定しして、出席を求めることといいたしまま以上、ご了承願いますそれでは本日の委員会についてでありますが各局から理事者紹介を行っていただくとともに、えー、交通局関係で昨日までにお申し出のあった一般質問を次に上下水道局関係で昨日までにお申し出のあった一般質問を次に産業観光局関係で 請願5件の審査及び昨日までにお申し出のあった一般質問をそれぞれ行うことといたします。なお、交通局及び産業観光局関係で昨日までにお申し出のあった江村委員の一般質問については質問の取り下げがありましたのでご承知おき願います。そこで各局の審査順につきましては、交通局、上下水道局、 産業観光局の順に行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、委員の皆さんにお諮りいたします。本日までに、請願第780号の請願者から、また、請願第779号から783号の紹介議員から、それぞれ趣旨説明を行いたいとのお申し出がありました。そこでまず、請願者からの趣旨説明を聴取するかどうかについて、委員の皆さんのご意見を えー、お聞かせ願いたいと思いますい <noise> まず、えー、自民党議員団申し訳ございません 自民党議員団は通例関連に基づいてですね、あの紹介議員がその趣旨について説明するので十分と考え必要なしとこのように思います。以上です。はい。大変お手数をかけしてすみません。はい。次ます。続きまして共産党議員団。 平井この請願ですけれども、まあ、あの請願者が本当にあのそういう意味では、あのいろいろなことを欠けるっていう以前の問題として、<laughs> やっぱり誰にでもあの市民には請願権があるっていうことで、その一番あの思いを持っておられるあの市民の方々が、本来あの、請願をするというのが、あの請願の説明をするというのがあの必要だというふうに思います。 はい、公明党議員団、はい、国本委員員公明党議員団といたしましては、あのこの、えー、請願者の思いを受けて、紹介議員になられているわけですので、その紹介議員から熱い思いを語っていただければ、それで結構かと思います。民、はい、民主市民フォーラム議員団 はい、天方委員、えー、民主市民フォーラムですが、えー、説明についてはまあ紹介議員のおだけで結構かというふうに思います。お願いします。はい、日本維新の会議員団菅谷副委員長。 若い派も歯、えー、会基本条例に基づきまして、召会議員の説明で十分かと思います。はいはい、京都党議員団、江村委員。<coughs> <coughs> 京都都市会議員団としましては今回の請願の内容を受けまして紹介議員の方からその思いをご紹介をいただければと思いますよろしくお願いいたします、はいはいえー、お聞き及びの通りでありますそれではこれより表決をとります請願第七780号について請願者からの趣旨説明を聴取することに賛成の挙手を求めます 少数でありますよって請願者からの趣旨説明は聴取しないことといたします <coughs> 次に紹介議員からの趣旨説明のお申し出について紹介、えー、議員からの趣旨説明のお申し出についてお諮りいたします請願第779号から第783号の紹介議員である山本委員から趣旨説明を行いたいとのお申し出がありました本件については会議則第 98条の規定に基づき、紹介議員から説明をも求めることにご異議ございませんか、ご異議なしと認め、説明を求めることといたします。なお、趣旨説明の聴取は、請願審査の際に行うことといたしますので、ご承知おき願います。なお本日は <coughs> 新型コロナウイルス感感染染症のの拡,拡大を防止するための 対策を講じた上で委員会を開会いたしますので委員及び理事者におかれましては円滑な委員会運営に格別のご協力をよろしくお願いいたしますえ次に本日は議会活動に関する情報発信の充実に向けた写真撮影を行いますのでご承知おき願います以上ご了承願いますそれでは交通局の理事者,理事者のえ紹介を願います なお、審議時間の短縮のため、局長のご挨拶のみといたします。よろしくお願いします。山本公営企業管理者はい、おはようございます。おはようございます。えー、公益企業管理者交通局長の山本浩二でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます <laughs> 少しお時間を頂戴しましてご挨拶申し上げます。市バス地下鉄は1日あたり7。6万人を超えるお客様にご利用いただいており、市民の足としてまた京都を訪れる方々の。 便利な交通手段として多様な都市活動を支えるとともに、人と公共共通優先の歩く街企業を牽引する公共交通機関として重要な役割を担っております。この間、市民の皆様や司会の先生方のご理解とご協力のもと、全庁を挙げて経営健全化の取り組みを推進してきた結果、市バスでは5年連続で一般会計からの任意補助金に頼らない自立経営を堅持し、地下鉄では4年連続の黒字を確保するなど、 大きな経営改善を果たしてままいりしした。しかしながら、令和2年度予算において、市バス事業ではバス運転士、整備士の担い手不足の影響等により、2年連続の赤字予算となり、地下鉄事業ではいまだに多額の累積赤字と有利子負債を抱えるなど、両事業ともに決して楽観できる経営状況ではありません。加えて、全国で猛威を振るう新型コロナウイルスの影響も看過できません。 4月16日には緊急事態宣言が全都道府県に拡大されるとともに京都府が特定警戒都道府県とされ本市では一刻も早い事態収束のため市バス、地下鉄のご利用を8割減少させることを目標に掲げこの間、交通局においても不要不急の外出を自粛していただくさまざまな取り組みを実施してまいりました。具体的にははバスでは 4月20日以降、深夜バスの運休のほか、105系統をはじめとする休行系統について、通勤時間帯のダイヤを維持した上で、午前8時30分以降のダイヤを半減し、さらに25日以降は、土曜休日における休行系統や、京都岡崎ループの運休を実施いたしました。また、地下鉄では、地下鉄深夜便こときんライラーの運休、さらには土曜休日において、 午前9時以降地下鉄ダイヤのの約2割の減便を実施しておりますまた市民の皆様に外出自粛のご協力をの状況を分かりやすく見える化するため市バス、地下鉄の日々のご利用状況をホームページで情報発信する取り組みのほか地下鉄駅構内へのデジタルサイネージ等の広報媒体を最大限に活用した不要不急のお出かけ自粛を呼びかける メッセージ発信といった取り組みを実施し、えー、さらには、車内の窓の一部開放、市バス運転席後部へのビニールシルタの設置、市バス車両左最前列の座席の使用禁止、駅の友人窓口へのビニールカーテンの設置といった感染拡大防止の取り組みを実施してまいりました。加えて、職員への感染を防止するため、 マスクの着用、手洗いの励行をはじめ、とりわけ市バス運転士、地下鉄乗務員、駅職員については、毎日の始業を転庫時に、検温結果等の健康状態の確認も徹底しております。本庁に勤務する職員に対しては自社出勤制、自社出勤制度や在宅勤務制度を導入し、事業を安定的に継続するための取り組みも実施しているところでございます。市バス、地下鉄の 市バスのご利用状況は、市バスでは平日が56%の減、土曜休日が71%の減、地下鉄では平日が61%の減、土曜休日が79%の減、さらに例年であれば、多くの観光客の皆様がでにぎわうゴールデンウィークについても、市バスでは77%の減。 地下鉄では86%の減となるなど、市民の皆様をはじめ、多くの皆様に外出自粛のご協力をいただいているところでございます。しかしながら、緊急事態宣言が5月の31日まで延長されるなど、いまだ予断を許さない状況が続いており、引き続き、感染症拡大防止に向けた取り組みを全力で推進してまいります。 また新型コロナウイルス感染症の猛威が市バス地下鉄事業の経営に大きな影響を及ぼすことも避けては通りません。お客様の減少により、両事業の運賃収入については、2月で約1億円、3月で約10億円の減収を見込んでおり、今後の人業運営にあたっては、経営状況を見極めながら、各事業の実施内容等を 的確に判断してていく必要があると考えております。この難局を乗り越え、事態が収束した折には、これまで以上に市バス、地下鉄をご利用いただけるよう、交通事業の根幹である安全、安心を最優先に、交通局一丸となって取り組んでまいりますので、当委員会の先生方におかれましても、ご指導賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 それでは一般質問を行います昨日までに赤坂副委員長から市バス地下鉄の新型コロナウイルスにかかる安全対策について江村委員から新型コロナウイルス感染症拡大の影響にかかる交通機関公共交通機関の減便について。 それぞれぞ一般質問の申し出がありましたので、順次発言をも認めることといたします。なお申し出のあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。また、この委員質問一般質問の質疑時間は答弁を含め、各会派おおむね10分といたしますので、10分をめどに質疑を終了していただくよう、ご協力をよろしくお願いいたします。それでは一般質問を行います赤坂副委員長どうぞ 赤坂副委員長おはようございます、えー、連日ご苦労さんでございます、えー、市民の足を守るということでのおー理事者のお先ほどのご説明がありましたけれども <laughs> やっぱり一日も絶やすことはできないこの公共交通機関でございます この中でも、しバス地下鉄とい,うの役割というのは非常に重要だというふうに私どもも認識しております。そういう点でも、今回の新型コロナウイルスの感染症緊急対策という点でのいろんな取り組みがまあ非常に重要だということで、今日はいくつかお聞きしたいと思います。まず最初に、感染症対策として乗客の 安全対策としてアルコール消毒液の設置、換気対策、定期的な消毒作業の実施ということで、えー、明記されておりますけれども、この消毒費用だけでも1500万円も必要だというふうな話を聞きました、まあ、先日、市民から、えー、私の方に電話があって、病院行くのに市バスに乗ったら、えー、非常に手,手すりで乗ろうとしたらネバネバしとったと。 またあ、この釣りはもう非常にねばねばしてて困ったと、えー、消毒されているのかということで、営業所の京都市のある営業所にお聞きしたら、していませんということで、する必要があるんじゃないかと言うたら、まああの、する予定もないし、営業所独自で判断ではできませんと、本局からの指示があったらやりますということでの回答やったと、でも怒り心頭やったんですけども、 まあ現状でもですね、もうその方曰く、1回バスが行って帰ってきたら、車庫に戻ってきたら、1回ぐらいやっぱりちゃんと消毒したらどうやというところのお話がありました、えー、まあ現状でも非常に感染症対策で、高額のお金がいるということになっております、その支出の財源というのは、どこにね根拠を求めておられますか。また 感染症対策というのは2週間に1回の定期的実施、定期回数というのをやられていますが、この回数も増やしていくということで、皆さんが、市民の皆さんが安全で安心で、気持ちよく乗れるように取り組む必要があるんじゃないかと、そのために必要ならば、我が党の前に伊坂議員が言ってましたけれども、一般会議からの繰り入れも含めて、この独自財源も活用しながら、 やっていく必要があるんじゃないかということで、えー、提案がしたところでございますが、その後、いかが検討されておりますでしょうか、はいはい、大,塚え大塚企画総務部長、はいえー、あの車両の,あの定期消毒等、えー、それかそれに関わる経費についてでございます。 市バス車両、それから地下鉄車両につきまして。 3月の中旬からです、ね、2週間に1回消毒作業をするというふうなことを行っております、あのその前段で、あの大お一人目、初めてあの京都市内で感染が確認されたときに、その車両について公共交通機関を利用されているということでしたので、緊急にあの消毒作業を行いました、でその後、あのしっかりとあの体制を取るべきだろうというふうに考えまして、今申しましたように、2週間に1回の消毒作業、それから、 今でも感染された方についての情報、日々、我々の方にもいただくことになっておりまして、その中でもしも地下鉄あるいはバスを利用されていて、しかもそれが2週間の,その定期消毒の後に使われていたという,ふうなことが分かった場合には、できるだけ速やかにその車両を消毒するという作業を行って、市民の皆様に安心安全にお乗りいただけるようにというふうな取り組みを行っております。それに関わりまますす経費でございますが あとあのまああの消毒だけではございませんで、えー、それ以外にあの例えば今あの緊急で、えー、特に逼迫しますのはマスクでありますとかい、えー、ったようなものがございますあのこういった、えー、感染対策にかかります経費というものが 4月のまあ半ば時点での数字でございますが、400万弱ぐらいかかっているというような状況になっておます、でおそらくこれから先、定式消毒については、それなりに、まああのつあのえー、しっかりと続けていかないといけないと思っておりますので、それなりに経費がかかってくると思いますが、えー、これらについてはあの今、われわの中での,あの持ち出しといいますか、えー、我々が持っております、えー、中から、支出,出をして、えー、賄っているというところでございます。 であのえー、市に対してまあ求めるべきではないかというふうなご質問、以前に確かにいただきました、えーまあ、今のところまあこれぐらいの経費ということもございますので、えー、我々の中で賄っておりますけれども、えーまあ、この経費だけではなくて、あのいろんな面で非常に経営にいろんな影響がコロナウイルスの関係で出てきております、えー、それについてどうするかというふうなことについては、えー、しっかりと状況把握をして、でえーまあ、あの関係方面とまあ協議をし、 しっかりとその安定的にまあ事業を運営できるような体制を整えていく必要があるというふうに考えております赤坂副委員長。もうあのいろいろ市民からのいろんなあの質問があったときにはです、ね、きちんとやっぱり対応してもらえるように、各営業者の方にもあの対応を求めておきたいというふうに思います。特にあの運転さんの安全確保と という点でもあの書かれております、職員の注意喚起および対策ということで、えー、運転手さんとお客さんの濃厚接触の回避させるためのシートの設置などが、まあ、必要というふうなことが言われていますが、まあ、こういう点での、えー、シート確保はきちんとできているんでしょうか、後ろの方にはできているんだけれども、ちょうど折り口の乗客と 対するところについてのシートはいかがなものなんでしょうか、それからまたあの運行台数を減らしておりますけれども、そのことによる運転手等の職員解雇、民間バスでも委託しているところがありますけれども、そういうところでも解雇の問題は発生していないのかどうか、雇用の確保は今こそ必要ではないかというふうに思いますが、この点、いかがでしょうか。はい、えーつえー にえー、西山自動車部長ですね、ですねはい、西山自動車部長まずあのご質問の市バスの運転席の左横、えー、運賃箱のあたりのところにつけている、えー、シートのことのお尋ねかと思います。 今、大下院議員の方からご紹介ありました、ね、運転席の後ろの部分、真後ろの部分にはビニールシートをつけて、真後ろからのお客様の飛沫感染には予防すると対策を取っております。でその横側、左側のところですね、他社さんでもつけてる事例があるんですけども、我々もちょっといっぺん実験をしたんですが、車内のバックミラー、ちょうど前のウィンドウの上についてるミラーですけども、あそこの部分にどうしてもそのシートが映り込むと。 走行しますとどうしてもそのシートが羽ば,か羽ばたいてですね車内の視認性が下がるというのがございますそういったところを考えますと非常にこう安全運行と要は車内転倒の防止とかお客様の車内の動向を見るという部分ではいかがなものかというところで我々の方では設置しておりませんまたなおあの 他の民営バスさんのおかれでも一旦お付けになられたんですけども、やっぱり安全性、そういう市民性とかの部分において、非常に問題があるやろうということで、取り外しをされたという、大手のバス会社さんがあるというふうに聞いておりますので、この点については、非常に取り付ける部分、安全性との確認の中で、ちょっと問題があるのかなというふうに考えているところでございます。 それからえっ、ー、と今運休というところを厳鞭運休させていただいてるんですけれどもそれに伴う、えー、運転手の解雇とかの件についてはあのそういった事例はございませんのでよろしくお願いいたします以上です赤坂副委員長まあ本当にあの今のお話がありましたけれどもまあ他都市でも結構あの運転手の左ですねちょうどお客さんとの接触するそういうところの部分についてはきちんとあの 対応しているというところもいくつかお聞きしておりますので、まあ、今ご紹介いただいた件もあるかもしれません、あの安全、安心、確保していくという点で、ワンマンバスでございますので、余計にえこういう運転手さんの安全確保と、全体の安全確保という点では非常に重視して取り組んでいただきたいというふうに思います。それからあのやはりえ当席で、ね、通う,う 男性の奥さんからも相談があったりして、透析の、ね、送り迎えが今まで、透析の病院がやってくれたけれども、これからはできませんと、その後どうするのやと言ったら、タクシーでも空きませんよと、電車、バスは余計にだめですというふうなことを言われたというんですね。だから公共交通機関として、この役割を果たすべき、その市民の足を守るという点では、非常に重要な地下鉄、市バスの 役割が今求められていいるという,ふうに思います。え、そういう点で地域交通の利用者にとっては通院や買い物そういう点では不要不急の利用は避けてというふうになっていますけれども必要不可欠な毎日の生活を守る市民の足を守る公共交通の充実が今こそ必要ではないかというふうに思います。先ほどどのお話がありましたけれども この間の旅客数の減少というのは非常に著しい2月で1億ですか3月で10億の減少収入減になっているということも言われていますこういう点では今後もですねやはり市民の足を守るそのためにですねコロナ感染症対策の緊急事態宣言が続く限りま政令市長会や全国市長会議等の関係機関をねしっかりと通じて公共交通機関の 地下鉄市バスのこの財政的な危機破綻にならないように設備更新や車両の新増改造そういうものが負傷対象ではないという今現在のある課題も解決も同時に必須だというふうに思います国の補助制度の改善、えー、増大を求める時ではないかというふうに思うんですいかがですか大塚部長 はいえー、あの我々といたしましても、えー、市民の皆様の足として、えー、確実にこの事業を運営していくということが何よりも大事であるというふうに考えております、えー、そのために減便、えー、等々の対策も行っておりますが、それ,はそれについては通勤時間帯、あるいは市民の皆様が、えー、日常をお使いになれる時間帯については行わ,ない行わずに維持をするというようなことをする中で進めてきているところでございます。でえー、国に対すする要望でございますが あの新型コロナウイルス感染症に対する緊急要望ということで4月の半ばにえ京都市全体でえ予防の方を行っておりますでその中であの我々としてはまずはあの物資がまあ不足していることへの対応ということをまず第一にえお願いとして挙げましたあの先ほども申しましたがマスク、アルコール消毒液なかなか今でも手に入りにくい状況が続いておりますのでこれの安定供給ということそれともう一つはあのえやはり あの経営に関すする影響の部分ですあの収益の悪化これらについてはあの我々京都市交通局もそうですが工業交通全体に対して急激に収益が悪化しているということがあるかというふうなことから交通事業者について事業継続の観点で え支援策の拡充といったようなあのことをま要求するというようなことを行いました。で、まあこれはあの4月の半ばのことでしたので、2月3月のあの収入の減、先ほどあの冒頭管理者の方からご挨拶申し上げましたが、その数字等も固まってる前の段階でございました。これから先しっかりと精査をいたしまして、安定的に事業がま行えていけるようなまそういうあの支援と言いますかえをまああの。 要望していくということになるのかなというふうふに考えております、はい、赤坂副委員長あの恐れ入りますが今のご答弁含めて大体12分以上かかっておりますのでそろそろ円滑にお願いいたしますあのこの経営レポート見たら1日で市バスと地下鉄で現で1億4千万減収になるということを言われてますのでそういう点でもやっぱりぜひ取り組んでいただきたいと国に対する要望よろしくお願いします えこの件に関連して他にはございませんか。ございませんね。えそれでは次に江村委員どうぞ。持ってきてくれる、はい。よろしくお願いします。えー、私の方からはあの原便について伺いたいんですけれども、はい、あの入ってます。 まずあの冒頭に、え。ー 今回あの新型コロナウイルスのことであのまあ当初こう営業所等でクラスターなどが発生をしてしまったらこうあの大切なこう公共交通がなかなか担えなくなるというような大きな危機感もある中でこれまで大きな課題もなく安定した交通公共交通の供給をいただきまして本当にありがとうございます。であの私からはその後半に関してもあのますます市民の皆様が少しこう気が緩みやすくなるかもしれないというような危機感も言われ。 ておりますけれども引き続き安定した公共交通の、えー、提供に努めていただきたいと思いますそれではあの現備について少し触れさせていただきますあの今回その地下鉄と市バスの、えー、増減率というところで、えー交,えー、交通局さんからも利用状況を出していただいております でえー、拝見をしておりますとやはりこう3月の最終週のあたりから一気にあの利用率が減少してきているのが、えー、際立っておりましてそこから、えー、4月の29日からです、ね、あの地下鉄に関してもあの土曜、休日のダイヤの減便を解消、えー、されたということで、えー、拝見をしているところですであのここの、えー、土曜、休日おおむね9時から23時まで、えー、2割、えー、減便をされているということですけれども えこれによって、えー、今のところまだ初めてすぐではありますけれども、あの利用者、市民の皆様から何か、えー、厳備になってしまって、ご不満の点であったりとか、まあ、あの利用しづらくなったというのご意見が届いているのかどうか、まずこれについて、教えていいいたただきたいと思います、はいえー、土田高速鉄道部長。はい、あの今議員、えー、おっっしゃったように29日から え2割程度落としております、えー、この件に関しましては、えー、いつも乗り継いでいた電車に乗り継いがなくなったというちょっとそういうあのお声がございますけれども特段それ以外のお声というのはお聞きしておりません。ラインはいい、えー、ありがとうございます あのやはりこう今まであのできるだけ増客ということを目指してきた中でもう全く異なるベクトルでえ今回、できるだけこう利用数が少なくえさせていくというのは大変難しい経営判断であろうかと思いますけれどもえこのまああの現段階ではえそのまあ既存のいつも乗っているもの以外えに乗れなかったというようなご意見以外はあのさほどえ不便になったというようなお声がまだ届いていないということでえこの2割減に関して個の コストの意味ではそのどのぐらい浮くのか、このあたりはご計算されておりましたら、教えていただきたいと思います。土田部長。はい、あの今回、2割減いたしましたけれども、えー、設備面とか、それから要因面では全く変更がございません、ですので、その面での,、えー、まああの効率性というのはないわけでございまして、えー、はっきり言いまして、電気代がまあ安くなったと。 ということでざっと概算で計算しますと1日あたり31万円程度安くなっている、そういう状況でございます M ライン分かりました、えー、なかなかこう減らしてもさほど大きな、えーまあ、経営していく上でのでのコスト削減にはならないということですね。<laughs> 分かりましたあのー、今、週末が、まあ、特に利用率が低い状態で出ている資料でも、度休日が直近で85.5%の減とで、平日に関してはあのゴールデンウィークでしたので、あの直近が、えー、収支は出ておりませんけれども、4月の26日まででしたら、おおよそまあ7割減ということで、まあ、あのー、ここの利用者が少ないと。で私も、えー 4月の頭ぐらいに一度、ちょっとまあ様子見ということであの地下鉄見に行かせていただきましたら大変利用者が少ない状態でしてそれまあ平日だったんですけれどもやはりあの大変こう公共交通の利用っていうのは控えておられるんだなとお見受けをさせていただきました。 であのまあ、コストの面でもうちょっとあの効果が出るのであればこう平日の、えーまあ、日中あの利用者が少ない時間帯に関してはあの減便ということもあのお伝えを特にしたいなということだったんですけれども、まあ、今お伺いするとあの、まあ、非常に効果としてはあの経営としての効果は低いということですので。 まああのあくまでこうまあ利用者を減らすという今のベクトルにおいてまあどのように判断されるかというところだと思いますけれども、今後についてはえまだ5月の末までえとりあえず自粛の延長がされるということですので、このテーマを踏まえてあのご検討を進めていただきたいと思います。え以上で質問を終えたいと思いますいま、はい。はい。この件に関連して他にはございませんか。な、えー、なければそれでは続けて江村委員どうぞ。あ違う間違えたすみません。 なかったですね。すみません、えー、間違いました、えー。なければ以上で交通局を終わります。理事者お疲れ様でした。ごめんなさい。はい。次の上下水道局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願います。それでは準備が整いますまでしばらくお待ち願います。すみません、すみません。ね。うん。十一時ね、換気ね。 いつでも言ってください。 それでは上下水道局の理事者理事者の紹介を願います。なお、審議時間の短縮のため、局長のご挨拶の身といたします。よろしくお願いします。はい、吉川公営企業管理者おはようございます。この度、公益企業管理者上下水道局長を拝命いたしました。吉川正則でございます。 今年度上下水道局におきましては私以外部長級以上の職員の移動はございませんでしたので昨年度と同じ体制で臨んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。私ども上下水道局が所管しております水道事業、公共水道事業は市民の皆様の命と暮らしを支えるライフラインとして24時間365日安心安全な上下水道サービスを提供するという重要な使命を担っております。また本市の上下水道事業は 今年でびわ湖疎水春透130周年、また公共下水道事業90周年を迎えるという長い歴史を有しております。先人たちがこれまで築き守り続けてこられた京都の上下水道事業をしっかりと未来へ引き継ぐため、局職員一丸となって取り組んでまいります。今年年年度、度令和は、ののの水ビジョン、明日をつくる、およびその前期5年間の 実施計画中期経営プランの折り返しとなる3年目でありますこれまでから着実に推進しております老朽化した管路施設の改築更新や耐震化を推進いたしますとともに、山間地域の停電対策や、雨水幹線の整備などの防災・減災事業につきましても、引き続き積極的に推進をしてまいります。 節水型社会の定着により、水需要の減少傾向が続く大変厳しい経営状況でございますが、今後とも長期的な視点に立った経営を進めますとともに、近年、大規模な自然災害が多発化する中、また現在の新型コロナウイルス感染拡大の状況の下で、市民生活を支えるライフラインをしっかり守るために、一層の緊張感を持って事業運営にあたり、 京都の水道・下水道を未来に確実につなげてまいりたいと考えております当委員会の先生方におかれましてもご指導・ご鞭撻よろしくお願い申し上げますはい、お聞き及びのとおりでありますそれでは一般質問を行います昨日までに田中委員・平井委員及び江村委員から新型コロナウイルス感染症拡大の影響による水道料金の減免について それぞれ一般質問の申し出がありましたので、順次発言を認めることといたします。なお、お申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。また、この一般質問の質疑時間は答弁を含め、各会派おおむね10分といたしますので、10分をめどに質疑を終了していただくよう、ご協力をお願いします。それでは一般質問を行います。田中委員、どうぞ。 田中委員、おはようございます。えー、連日いろいろとご苦労様でございます。えー、コロナコロナで毎日コロ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 なっておりますけれども、あのー、緊急事態の宣言が出た、外宿の自粛施設の休業等々、いろんなことで、えー、市民生活に影響が出ております。えー、その中で水道の使用状況。 どのようなこの間、変化があったのか、まず教えていただけますか。伊藤、はい、経営戦略長、はい、水道の使用状況についてのご質問でございます。 令和元年度3月期の使用収入でございますけれども、全体で約3%の減,収減少になっております。また具体的にあの減少、減少の大きな業種といたしましては、えー、劇場でありますか、遊劇場につきましては約18%、それから百貨店、大型店舗につきましては10%、まあ、そのほか飲食店で約7%、それからホテル、旅館等で6%というふうな減少状況でございます。またあの4月期 なんですけれども、こちらの方はまだあの5月に入ったところですので、あの確定的な数字は出ておりませんけれども、3月期と同じく特にあの事業用で大きく減少しているというふうに考えております。まあ今後もこの減少傾向は続くものと予想されます。ため、まあ大変厳しい経営状況にあるというふうに認識しております。以上でございます。田中委員、今あのご説明いただきました <laughs> あのそしたレートご家庭向けの使用量はどのようになって 藤市長ご家庭の使用量につきましてでございますけれども、あの今分かっております3月期につきましては、ご家庭におかれましても使用量はあの減少しております、ただ、4月期につきましては、あの4月からあの緊急事態宣言等もあの全国に拡大もされておりますので、あのこれから分析して、一般家庭につきましては、水量が出てくるものというふうに考えております以上でございます。 今、おっしゃっていただいたんですが、まああの、事業者向けはやっぱり休業されてるので減ってる、まああ、その反面ですね、やっぱり巣ごもりの影響がやっぱりあって、ご家庭向きはおそらくこれ、増えてるんじゃないかと思うんですよね、やっぱり、えー、家におられる、う家で炊事をされる率が多くなってるし、えー、あの入浴回数なんかも。 あの増えていると思います私らもあの家帰ったらすぐ風呂入ってくれとこう言われますので、えー、そういう面も含めて、まあ、の4月はこれご家庭向けは増えてるんじゃないかと思います、えー、休業している施設はえ減って収入商売休んだらさかい収入が減る家に寄られる方はあ家にいてその水道料金が増えてるう増加するこれはまあこう。 というふうな感じだと思うんですが、えー、国の方からです、ね、支払いの猶予等の柔軟な措置の実施ということで、検討するように求められておるかと思いますが、えー、使用水量、特に事業用の減少傾向にある個人はまあ増えているのではないか。このの支払い猶予のご相談 がどのように届いているのか、教えていただけますか、はい、山川総,総務部お客様サービス推進,推進室長。はい、あのー 支払い猶予のご相談についてということでございますけれどもあのまあ国からの通知とも踏まえまして新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減少したなどの事情によりまして水道料金上下水道料金の支払いが困難なそういったお客様の場合ご相談を応じる旨をホームページでもあのお知らせしておりますけれども 個人はもとより事業者の方々も含めまして丁寧に対応させていただいているところでございますあの、まあ、実際にはこの3月4月の2か月で,です、ねえーまあ、水道料金に関しましてはさまざ、あ、まなお問い合わせございますけれどもそのうち新型コロナウイルスの影響による支払い猶予と ごご相談件件数は172ほどございましたあのこういったご相談がありました場合には、個別に事情をお伺いしまして、えー、お客様の実情に応じまして、えー、支払い期限の延長を行ったり、あるいはあ、まあ、支払い計画、こういったものもお客様とともに考えまして、えー、分割による納付、ご提案をするなど、まあ、そういったそれぞれの事情に寄り添った、まあ、丁寧な対応を行うことを徹底しているところでございます。 以上でございます。田中委員、まあの、ご説明いただいたんですが、あ現在、他都市はあこの減免につきまして、どのように取り組んでおられるのか、分かる範囲で結構ですので、お答えください。はい、伊藤市長。 はい、他都市の状況でございます。けれども、えま減免につきましてはま政令市についてでございます。けれども、も大阪市と堺市の方で減免の方がなされております大阪市につきましては、ま上下水道料金の基本料金を7月原新聞から3ヶ月。 またあの堺市の方では水道料金の基本料金を8月8基本料金の8割減額を6月検診分から4か月それぞれ行われる予定でありますまたあの京都府下におかれましては今のところ減免というのは実施されていないようでございます以上でございます。田中委員まああのこの今月いっぱいまでこの緊急事態宣言も継続をされるという中で一番あの 我々のの生活に直結すする水ででございま命に関わる水でございますので、かかでのでえー、事業者も収入が減っている、生きるか死ぬかの瀬戸際のやるところも多数ございますし、えー、個人的にはの収入が減っている中で、えー、家にいなければいけないという状況の中で、えー、非常に厳しいところもございますので、引き続き、た、えー、都市の状況も勘案をしながらですね、 京都府下では今、このような状況ではないということですが、市民に寄り添ったきめ細やかな対応を引き続き取っていただきますようにお願いをしております、はい、この件に関連し,関連し,え関連して、平井委員、どうぞ。平井委員。 えっと引き続き続質問したいいと思います、えー、先ほどもあのお話ありました通り、あり事業者やあの市民に多大な影響を及ぼしているというのが今のコロナの状況でありましてあのまあそういう中で今、京都府そのものが国から押されていて、まあ、全体的には自粛傾向があるということであのそういうもとで、えー、先ほど言わ,れ言われたように各あの自治体で水道料金、まあ、基本料や え、使用料などの減免が行われているという状況であります。まずは、あの、この状況の下で、基本料金の減免などは。あの、市民や事業者にとって。生活を継続する上でも、あの、必要な政策だと考えています。改めて、あの、自治体が行っている減免措置について、認識をお伺いしたいと思います。はい、伊藤藤、え、経営戦略室長。 減免、はい、についてのお考え方でございます、えー、につきましては、た都しで先ほどご紹介させていただいたような形で、まあ、されているところも一部ありますけれども、まだ、あま、なされていないところもございます。減免、まあ、につきましては、あのまあ、公営企業であります、まあ、独立採算性の公営企業につきましては、あのまあ、その水需要の状況等も考えながら、まあ、慎重に考える必要があると思っておりますので、あのえー、今時点であのどのような形でするのにつきましては、今後、検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます 平井委員事態はですねもうすでに起こっている話でありまして、すでに影響を受けていると、だから今、本当にあの現実手元にお金がないという方もあのたくさんあのおられるわけですから、あの慎重な検討がいるということと合わせて、ですねそこのスピード感がかなりいるんじゃないかとあのいうふうに思ってるんですけれども、す、ま、で、あ、に減免などを行っている自治体あの、先ほどご紹介いただきましたけれども、あの堺市や大阪市でもあの行われています。 京都市で、あのこの例えば堺の水準、大阪市の水準などで水道料金を減免行うということになれば、財政的にはどのような資産になるのか、ぜひ資料もいただきたいと思いますし、ご答弁いただきたいと思います。はい、糸藤市長 はい、まず、あのまあ、あの水道料金については、も、ま、う、あ、あのまあ、今回、この回このこの今、まあ、あのお願いしております。けれども、あの、先ほどあの答弁しましたように、あのまあ、きめ細やかなあの支払いについては、柔軟に対応していくということを引き続きあのさせていただきたいと思っております。また、あの堺市で行われているあの減免につきまして、まあ、京都市あのまあ、料金対決とかございますけれどもまあ、京都市の使用者数に置き換えて、あの財政状況。 ああ財政への影響を、まあ関しまして約20億円ぐらいの、えー、減収が見込まれるというような、あのかなり大きな影響があるものというふうに、あの今のところ考えております平井まあ今あ、答弁いただきましたように、20億の減収になるということでありますけれども、まあ、一方で、ですねその京都全体に住んでおられる皆さんの,あの状況を考えればですね、 やっぱりまずあの先ほど、えー、公営管理者からおあいさつありましたようにやっぱりあのここ、えー、京都市に住む命や暮らしを守っていくとやっぱライフラインの役割を果た,果たすということが本来の局の一のつの使命でありましてそういう中で市民のや事業者の命を守っていくということが本当に必要であります。あの福祉的な観観点点や事業のの継続の観点から言っても 水道料金の減免を行う必要が私はあるというふうに思っていますし、自治体が先行してかなり行っていますから、そういう状況も本当に見ていただきたいと、同時に国にもです、ね、その財政負担を求めるような声が少しですが上がっている状況にありますし、そういうことを京都市自身が減免をするということを決めながらです、ね、国に求めていくということが必要だと思っています。 収入が落ち込んでいる市民や事業者に対してそういう制度を、をメンの、ね、制度を作るべきだというふうに思いますし国にも求めるべきだと思いますがその点いかがでしょうか。 ゲームにつきましては、ま先ほど申し上げましたように、まあ今後見込まれる水需要の減少に伴う収入への影響でありますとか、本市の他の支援政策の状況も踏まえまして、まあ公益業としての独立財産性にも留意しつつ慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。またあの国へのあの要望につきましては、ま今後の新型コロナウイルス感染症の影響を注視しながら、ま本市単独での要望だけではなくてもあの 他の政令都市てやりますとか、ま日本水道協会などをはじめも全国の水道事業体とま連携してこの影響については要望を行っていきたいというふうに考えております。以上でございます。平井えっとこれまでに要望は行ってないということですかね。そのまあ、全国市長あの市長会とかまあ、いつもあのやられている枠組みがあると思うんですけれども、あの京都市としてもこの間あの独自にいろんな要望があの各局から挙げられて。 あの出されているということでありまして、4月半ばにも望されたということで、先ほど、交通局の答弁にもありましたけれども、今、水道局の実態としては、国にはどうされているのか、この点はいかがでしょうか。藤長 はい、本市への水道関連の要望についてでございますけれども、あの水道料金についての要望というのはまだ行っておりませんけれども、えー、先ほどご紹介ありました本市の要望の中で、公共工事に関する、まあ、関連で、本市の公共工事の公金等が、まあ、このコロナウイルス等の関係で延期になった場合の財政措置につきましては、まあ、自治体の財政負担について、国の政策として十分な財政措置を講じるということで、まああの 我々の公共工事の関連で要望はさせていただいているところでございます。以上でございます依頼<井>あ本来、もちろんあの今のえライフラインを守るための必要な工事についてもあの求めるべきですし、やっぱり市民生活に直結している使用料やえ基本料金に対しても、やっぱり京都市がどういう姿勢で持つかと。 いうことが求められてますし私はあの本来ならば今の生活の現状を考えたときや事業者の今の従業実態を見たときにやっぱり継続が今後されるような形を本当に取られるということが必要ですしそのためにはやっぱ減免制度をしながらですねあの生活の下支えを行っていくということが今求められているというふうに思います慎重に検討をしていたらですねやっぱその間に事業者が潰れていくというような 形にもなりますし市民の方々が本当にライフラインでありながらもライフライン使えないという状態が出てくるんじゃないかなというふうに思っていますし、まあ、そういう慎重な検討からです、ね、本格的な検討を行っていただきたいということを求めて終わりたいいと思います、はい、先ほどえの平井委員の方から、えー、要求のありましたあの水道料金における多都市の減免制度状況についてのこの資料については理事者提出できますか。 伊藤室長先ほどご紹介させていただきました、大阪市と堺市の減免の内容と本州への影響を額ということでよろしいでしょうか提出させていただきますはい、えー、あの提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご意議ありませんか。 はいご異議ありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします理事者におかれてはなるべく早くご提出いただきますようお願いいたします、えー、質疑の途中ですけれども1時間を経過しましてちょうど11時となりましたのでただいまから換気を行いますしばらくそのままちょっとの間、えー、そのままお待ち願います約3分間程度ですけれども、えー、お願いお待ちください

それでは一般質問を引き続き行います。えー、引き続き江村委員どうぞ。よろしくお願いします。私からもあの水道料金のあの減免に関して伺いたいと思います。 あのまあ、先ほど来あの委員からのあの質疑もありましたが、あのまあ、とりあえず出てる範囲の水道利用料のところで、2月から3月のところ、特にまあ3月のところはあのまあ事業者さんを筆頭にあのまあ減少傾向があったということで伺わせていただきました。で、まあの4月に関してはその自粛がありまして、あのご家庭であのご自宅で過ごされるということがあの大変増えておりますので、あの水道料金があの今後まあ。 トータルとして増えるのか減るのかというのが。 あのまあ、見定めていきたいところではありますけれども、やはりこう生活の困窮の話で、まあ事業者さんももちろんですしあのご家庭の方でもあのまあ、あの議員としてもいろんな質問を今受けているところです。で、あのまあ参官さんを筆頭に、えー、そのまどういったあの経済対策をするかというのを議論をされているわけですけれども、あの水道局さんとしてあのもしこう経済対策として考えられるのであれば、えー、水道料金の減免というのは一つのあの選択肢であろうかと思っ おりますその上で,です、ね、あのこれまでもたとしさんの,あのご紹介もございましたけれども、あの例えばその一般家庭とあとはまあ事業者さんというので、あの今回はその一般家庭さんの方でう、え、で、ーまあ、基本料金を減免しますよとか、そういったちょっと分けた対応等もあの可能なのかどうか、これについて確認をさせていただきたいと思います。藤、はい、戦略室長 一般の家庭の方と事業と分けてできるのかということなんですけれども、われわれの水道料金の体系につきましては、事業用と一般用とも料金としては分けておりませんので、ただ統計上、通っておりますけれども、必ずしも料金体系として分けているわけではないので、実際に言われるとしますと、かなり手間とか時間とか処理に困難な状況があるというふうに考えております以上でございます。 はいわ、えー、かりました。ということは、まあ、あのできるだけコロナの対策で、まあ、もし早急にということになりますとなかなかその個別に分けてというのは難しいということですねであと、ですねあの、まあ、坂井さんの方のあの、まあ、4ヶ月、えー、6月から9月までやられる、えー、減免の方法で、まあ、京都市でもし行った場合はあの20億円。 の経費がかかるというようなお話でしたけれども、これは4ヶ月で20億円で、1ヶ月で5億円という認識ですね。はい、えー、分かりました、あのーまあ 今後、事業者さんの方のあのまあ減収はあの4月、5月もあのおそらく続くであろうと思いますしまあトータルで見るとあの水道料金の,あの減収というのはやはりえまあ避けられないんだろうなというところはあります、えー、けれどもあのなんとかそのまあご家庭のところで大変。 日々のやりくりで困られていると、これはの水道料金だけでなくって、そのまあご家庭の,あのエンゲル係数が上がっているということがえ取り上げておられまして、やはりこう、えー、まあエンゲル係数純粋に見ますと、あの昨年の,あの2月同月でもあの4%今日の伸びで、あの7年ぶりにえ各家庭で非常にエンゲル係数が伸びたというような報道もありました。 で今後あのまあ3月、4月と、えー、その辺のえーまあデータが出てくる中でご家庭のやりくりの中であの逼迫状況というのもあの増してくる数値が上がってこようかと思います。 その上で、あの大変こう、まあ、減収が見込まれて厳しいさなかではありますけれども、な、え、ん、ー、とかこういったあの減免の措置というのも京都市で、えー、まあどのぐらいの財源がかかって、まあ、あの1ヶ月、2ヶ月とあの短い期間であれば、なんとかやりくりができるものなのかというところも踏まえて、えー、のぜひご検討をいただきたいと思います。 であの一応、ちょっと伺いたいのが、その水道局さんとして、あの毎年、えーまあ、施設とか管路の改築更新、えー、等をされておりますけれども、例えばあのこの辺をあのまを、あ、1割、2割ほど削減をして、財源を捻出するとか、こういった考え方も可能なのかどうか、ここも確認をさせていただきたいと思います。伊藤室長 はい、あの今事業費をまああの減,、えー、縮減してまあ財源を踏み出せないいいのかというごご質問でざま少することはできますけれども、基本的には今、我々がやっている事業はライフラインを維持するために必要な事業ということで、この間、えー、料金改定も行わさせていただいて、ああ老朽化の更新のスピードアップをさせていただいたところでございますので、それをまあ膨らせるということになりましたとしても、後々、今それは事業として必要でございますし、またその財源を、ああ すべて水道料金でございますので減免、まあのところに使うというふうには、まあ、あのなかなか難しいのではないかというふうに考えております以上でございます江村委員管路の更新等もあの当初は、えーまあ、年間0.5%しか住まないところを2%に進めるとあの、まあ、大変なご努力であの取り組まれているということもあのよくよく認識は、えー、しております まあ、ただあのどういったところで、あの財源を生み出せるのかな？というのも、ちょっとあの私も全く知らない中で、あの考えてほしいというのはなかなか言いづらいという部分もありますので、あの水道局さんの方であのお知を絞られてえ、何か可能な対策というのを可能でしたらえ、是非前向きにあのご検討いただきたいと思いますえ、これはえまあ要望にとどめて終えたいと思います。ありがとうございました。はいえ、この件に関連して他にございませんか？はいえ、中村委員。 私からもです、ね、水道料金の減免についてちょっとお願いということで述べさせていただきたいんですが、えー、それは町のお堀屋さんそれから専職業こういったところについては既にですで、ね、にご交配いただいているところでございますけれどもご承知のとおりお堀屋さんもです、ね、このコロナの影響でなかなか行かないというようなもともと大変あのお客が少なくなっている。 苦しんでる中で,です、ね、営業、まあ、地域のです、ねまあ、生活衛生という意味で頑張っていただいているんですけれども、その辺のところがじわじわじわでやっぱり効いていくと、あの持続給付金とかいう、まあ、別のところでのです、ね、支援の,その手はあるわけですけれども、まあ、本主としてそういったところで、まあ、今の,その現実的な、やっぱりその地域によって違いますけれども、大変なところのおふれ屋さん。 をですね、やっぱりちょっとでも今回のことで減免するような形またあの染色業もですね、まあ、流通がなかなか需要がない中なんですけれどもやっぱりそれなりに少しあってもですね水はどんどん使っていかないという中でまあ固定的な経費のような形でですねおりゃさんもこう染色業も水はどんどん使うというこういう中でのお仕事ですからそういう意味も勘案してですねちょっとあの検討お考えをしていってほしいというところを 要望させていただきますのでどうぞよろしくお願いします。以上です。はい。よろしいですか。はい。この件に関連して他にはございませんか。なければ以上で、えー、上下水道局を終わります。理事者お疲れ様でした。 次の産業観光局につきましては、休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承願います。準備が整いますまで、しばらくお待ち願います。 はい、えー。それでは産業観光局の理事者ャリー紹介をお願いします。なお審議時間の短縮のため局長のご挨拶の見通りいたします。お願いします。山本産業観光局長。はい、産業観光局でございます。どうもいつもありがとうございます。えー、この間ですね、えー、事業者の皆様方本当に。えー まあ生き残りをかけてといいましょうか、本当に大変なご苦労の中で、経営と、それから雇用の維持ということでえ頑張っておられる、そういう方々をですね、われわれとしては全力,として全力をかけてえ支えてまいりたい、このような気持ちで日々やっております。このの間ですねえ国等もいいいろろ制度の改正えあるいは 拡大等をやられましてですね非常にまあ,あの整いつつあるま,あまだまだ足らない部分もあるにしてもかなりいろんなことができるようになってきたこれはその先生方のいろんな働きかけそういったものもあってのことというふうに心から感謝を申し上げますで私ども市としてできることこれもちろん全力を挙げてやっているところでございますが 京都府、それから国等とも十分に連携を図りまして、ですねそしてその施策ができるだけ早く必要とされる方々に届きますように、ですねこれからも全力を尽くしてまいりたい、そしてまた皆さん事業者の皆様方がですね 使いやすいものになるように必要な情報を的確に発信してまいりたいと。まあ、このようなことで今やっております。まあの事態がコクコクと動いていきますので、その場面場面に合わせてですね、必要となるような事業、施策、そういったものを必要とする方々にできるだけ早く届けていけるように引き続き頑張ってまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> お聞き及びのとおりであります <coughs> 次に、えー、請願審査を行います、えー、請願第779号から783号新型コロナウイルス感染症の影響に対する営業保障等の実施を審査いたします、えー、本請願の審査については初めに <coughs> 紹介議員から、えー、趣旨説明を聴取し次に理事者から 請願内容にかかる補足説明を聴取し、最後に請願の取り扱いについてご協議いただくことといたします。それではまず、障害議員の説明を聞くことといたします。山本委員、はい、山本委員、お願いします。 冒頭委員会の冒頭に採択されました、出資説明、請願者の出資説明の可否については、今回も請願者の方から直接お聞きできないという、そういう判断であったのは大変残念だと思っています。まあ、憲法で定められた直接国民の皆さんがあこの議会に関われる重要な権利ですので、議会としても民主的意義が意、理解が問われてくると思いますので、改善を求めておきたいと思います。 それでは趣旨説明代読をさせていただきます今回の請願事項まず第1項目についてなんですけれども新型コロナウイルスの感染症の感染数は、まあ、減少をしていっているもののいだに収束が見えない状況が続いています政府や京都府も非常事態宣言に基づき施設の使用停止を要請していますしかし政府の持続化給付金は 1>, 1回限りで個人自営業者は100万円を限度としておりそれも売上が5割以上減少しないと使えません京都府の制度では休業に応じた個人事業営業者に10万円を支払うのみです不可自治体では京都府の制度に上乗せをして業者を支えようとしていますが京都市では上乗せもありません コロナウイルス感染症拡大防止には人と人の接触を避けることが絶対に必要です中小業者も休業したいのですが保証なしの休業では即廃業や倒産となってしまいます感染防止のためにも営業自粛と営業保証はセットで実施することが求められていますコロナ感染症が収束しても 中小業者の多くは潰れてしまったという状況、これは絶対に避けなければ、京都市民の暮らしを守ることもできません。売上減少5割など線引きをせず、コロナ感染症拡大で営業に大きな損失を受けたすべての業者に、営業保証する制度をぜひ京都市でも作っていただきますようお願いいたします。点目についてでですえ今政府でも国会の与野党や 全国の自治体でも中小業者の営業維持には家賃など固定費補助が必要だと制度設計の議論、まあ、提案も出されてきています営業は休業しても毎月の家賃は発生します家賃を払えなければ不動産を貸している大家の営業も危機,危機となります家賃を払えないことが廃業の道を選ぶことにもなってしまいます そのような流れを京都市は良しとするのでしょうか。一刻も早く、家賃など固定費補助の仕組みを作っていただくことを求めます。3点目について最後です。今、中小業者の相談が各地の民主商工会や京都府商工団体連合会に寄せられています。多くの業者は、融資などの資金繰りや雇用対策、税金や家賃の支払いなど多面的な相談を持っています。 しかし、行政の窓口は雇用は労働局、融資は日本政策金融公庫など税金はあ税務署などワンストップで全ての相談に乗れる体制にはなっていません。また、商工会議所に相談が集中していることから商工会議所でも親切に、えー、あの相談に行かれた方が商工会議所で親切に相談に乗ってもらえなかったと民主商工会に相談者が来る事例も少なくありません。 また広報も各行政の単位で独自に行われて十分に周知徹底されていないことから制度自身をよく知らない分からないという業者が多数です京都府は中小業者窓口を設置しましたが、えー、市民に一番身近な区役所で区役所に行けば何でも相談に乗ってくれるよという雇用から資金繰り税金や国保料の相談まで 一度に相談できる窓口をぜひ作っていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします それでは、請願779号から783号新型、新型コロナウイルス感染症の影響に対する営業保障等の実施につきまして、ご説明申し上げます,、はい、おします。本件は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休業を余儀なくされた中小企業者の営業を守るためとして、3点の項目について請願がなされたものでございます。 まず1点目といたしましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に休業、時間短縮営業を行った中小業者に対して営業補償をすること、2点目といたしましては、営業を休止しても支払わなければならない家賃などの固定的経費に対して補助する制度を作ること、3点目といたしましては、市民に身近な区役所に融資、雇用、生活資金などワンストップで相談できる窓口を直ちに設置すること、 以上3点となっておりますまず1点目につきましては特別措置法に基づく施設の給与要請を行った京都府では休業した施設や時間短縮営業を行った事業者に対する新たな給付金制度を創設され昨日5月7日から申請の受付が開始されております、まあ、併せて本市では女性の対象を京都府の休業要請の対象業種に限定することなく 売り上げが50%以上減少するなど、厳しい環境にある中小業者を緊急的に支援するための補助金を創設し、4月30日からコールセンターでの事前相談に応じているところであり、しっかりと周知に努めた上で、えー、来週5月11日から申請受付を開始する予定でございます。次にに点目につきましては 事業者の皆様にとりまして家賃等の固定費の負担が大変重くなっているということは本市としても認識しているところでございますしかしならこの固定費の補助については一つの自治体で対応できるものではなく国において対応いただく必要があるものと認識しており既に国において検討されていると承知しておりますこれまでから本市といたしましては京都府とも連携し国への要望活動を行い事業全般に使える給付金として 持続化給付金が実現し、す、え、で、ー、に、えー、申請受付が5月1日から開始されているところでございます。今後の状況を踏まえつつ、引き続き国に対しては必要な要望を行ってまいります。3点目につきましては、本市では事業者の方々からのあらゆる相談に応じるため、京都商工会議所等と連携し、市内5か所のワンストップの経営相談窓口を設けております。 また、身近な金融機関や京都労働局等における融資や雇用等に関する相談も含め、事業者の皆様の困りごとやニーズを踏まえて丁寧に対応しているところでございます。合わせまして、本市のホームページにおきましては、緊急の補助金、あるいは無利子融資等の本市の施策だけではなく、国や府のさまざまな支援策も含めて、常に最新の情報を更新しながら、それぞれの相談、 受付窓口の情報を一元的に発信していいるところでございます新型コロナウイルスの影響により、お困りの市民、事業者の方々からの融資や雇用、生活資金等に関する詳細な相談につきましては、それぞれ担当する機関において、的確に対応する必要があることから、区役所に相談があった際には、適切な窓口につなぐことができるように、引き続き本庁および各区役所、市長等で情報の共有を図りまして、経営相談窓口や、 各種支援策のの相談受付窓口の周知・案内に努めてままいります今後とも市内の中小企業等に,に深刻な影響が広がる中、引き続き各窓口で事業者に寄り添った伴走型の支援やさまざまな支援策について分かりやすい情報発信に努め、中小企業の下支え、そのために国、京都府、関係機関とも連携して全力で取り組んでまいります説明は以上でございます。 よろししくお願いしますただいまご説明いただいた中でですね特に1番、2番これについてですけれども1番については確かに、府、市それぞれですねあった給付金また本市はまあ緊急の支援金の形で取り組んでいるところだということはまあよく承知しているところであるんですけれどもその2番のですね固定的経費に対する補助ですけれども まあ今回のこの請願について、まあ、たまたまこうタイムリーといいますか、まあ、かねがね、この問題について、課題についてはです、ね、われわれ自民党、会派、また国、自民党においてもです、ね、認識してきているわけで,です、ね、どうにかせなあかんという中で、あようやくです、ね、昨日、公明党さんとです、ねえー、協議のうえ、ね、おおむね大枠がまあ合意できたと。 いう運びに至ったことなんですけれども、まあ、それはまあとにかく家賃の3分の2があの半年給付と、で月額最大50万円ということでのまあ今度の二次補正という形でこれからまあ検討されていくと、まあ、ほぼですねそういう流れで決まっていこうと思っているんですけれども、まずそれに対するですね本市の認識と、それとですねあと3番目のことですけれども、先ほどまあ丁寧な 対応をこれからも区役所でというようなこと、分かりやすい対応を区役所でということでしたけれども、基本的にはワンストップでと、できたら一番いいんですけれども、そういった融資、雇用、生活資金、こういったものがワンストップでですね、すべてこう対応できるという形を今、やっていくには、どうなんでしょう、やっぱりそういった人的なところとかですね、流れの中で。 少々おお無理があるというようなことなんでしょうか。その辺も合わせてお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。はい、えー、まずあの家賃の支援の関係でございますが、これは非常に、えー、ありがたいことになったなというふうに我々は思っております。この間いろんなお話を事業者の方々から聞いておりますと、えー、やはり資金繰りとそれから雇用と それから固定費の話、まあ、このあたりが一番大変なんだというのはお話を聞いております。資金繰りの関係は、融資の関係、さまざまな無利子の無担保の融資等はあります、で雇用の関係も、これなかなか大変な、窓口大変なことなんですけれども、雇用調整助成金の見直し等も進んでいる、でその固定費の部分のところで,で、今回、大きく支援がされると。 しかもそれが全国一律にされるということで、本当にまあ我々としては良かったなというふうに思っております、あとこういうものをどういうふうに届けていくのか、その辺がちょっと気になるところではあります、またその迅速にこれも届かないと、その間に大変なことになったりしますので、気になるところはそのあたりかなというふうに思っております。そそれれれからワンストップのの窓口でございますけれどもこれはその あの理想を言いますと、あのおっしゃるような形に、あの請願者のおっしゃるような形になればよいんですけれども、これ、いろんなこの企業の方々、事業者の方々の相談事といいますのは、個別いろいろありまして、かなりまあ中身によっていろんなあの状況があるということでございますので、まあ、その一つの窓口で、えー、深いところまでいろいろお話をき、えー、詰めていくというのは、なかなか難しいことだと思っております。 で,で,で,できますのはその、専門のところがそれぞれの制度を所管しているようなところにできるだけうまくつなぐということが必要なんじゃないかなというふうに考えておりましてそういう意味でいろんな情報を窓口、どこに行けばその相談には えーえー、応じてもらいますよとか、あるいはこんな制度はここのに聞いていただいたらいいですよと、まあ、こういったその、えー、ご紹介をすると、まあ、それができるだけわ分かりやすくなるように、えー、ホームページと工夫していると、今、このような状況でございます、まあ、分かりました。ということで、ですねまずは2番目の、まあ、特に大きな固定的経費をいかに補助するかということで、今回、特別家賃支援給付金と。 いうような名称になろうかと思いますけれども、先ほど申しましたような形での国の政策がです、ね、推進されようとしてますので、まあ、おっしゃる、これはいかにこうスムーズに渡っていくかということはです、ね、さらにあの考えていただいて、から同時にその区役所でのやり取り、いろんな関係機関のやり取り、いろんな給付金や、また助成金やらの形で,です、ね、窓口がもう殺到して、混乱しているというのはご承知のとおりですよね。 まあそれをこう,うまくさばけと、急にはこうできひんけれども、慣れもあるかもしれませんけどやっぱりこう人的な確保がどうしても必要じないかなと、このようにも思います。全、ま、市、あ、挙げてです、ね、いろんなところで応援しながらです、ね、そういった窓口業務がスムーズにいってです、ね、で多くのやっぱりおも求めておられる、そういった方々に、できるだけ早く、その給付なりの手だてがです、ね、あのいただいていただけるように。 一つずつの努力するように一つは合わせてお願いをしておきたいと思います以上よろしくお願いします以上です えっとよろししくお願いいたしますあの、えっと、局長からの挨拶でもです、ね、あの事業者が生き残りをかけてあの経営雇用など今、本当にご苦労されているということでありましてそこに全力をかけるというあの姿勢は本当にあの大事だというふうに思っている一方でですねそれ以上のやっぱり現状が進行しているというのは明らかでありましてあの感染が広がる中でですね、まあ あの4月16日から緊急事態宣言出されていますから、もうすでにあの1ヶ月はたとうとしているあの状況であります、あの自粛っていうことで,で、本当に命を守るということは大切なんですけれども、一方で営業を圧迫する事態となっているというのがあの現状でありまして、今の,あの経済の状況について、まずあの認識をお伺いしたいと思います。 現在の経済の状況についてでございます。あの新型コロナウイルス感染症の影響によりして、さまざまな自粛の要請あるいはま休業要請等もなされる中で、えー、全般としてま非常にまああの悪化しているということはもうすでに報道等でも明らかになっているところでございます。そのような状態であると認識をしています。 まあ非常に厳しいあの現状の下で,ですねあの認識そのものをさらにあの深めていきたいというふうふに思うんですけれどもあの請願項目の一つ目の趣旨はあの営業補填というかあの営業補償をしてほしいということでありましてその緊急事態宣言を受けてですね京都府はですね個人70万、ほうち720万というあの給付金の仕組みを作っているということとまあ先ほどご紹介ありましたとように あの国で持続化給付金という形がされているというのが給付金の状況であります。あの一方で,です、ね、あの京都市の方から説明がありましたけれども、あの補助金創設したということで、もちろんあの全面的に補助という形ではなくて、訴求も含めてやるという仕組みが取られているというのはあの必要でありますが、一方で全面的にあの給付するという形にはなっていない状況でありまして、今、 まあもちろん給付金がある程度の額出る方もおられるっていうことでありますけれども、あの枠にはまってない方もたくさんおられますし、例えば持続化給付金であっても、の予算の枠決まっていますから全員が受けられるっていう保証は何もないわけであります。そういうあの状況の下で事業の大小に関わらず営業自粛しているわけですから、事業のみならずあの生活も立ち行かないっていう方が。 増えてくるということは明らかでありまして、そういう意味ではです、ね、あの京都市でもあの自粛に見合ったです、ね、補助制度をあの作るべきでありますし、できないならば、やっぱり上乗せ措置なんかも、京都府の制度にどう上乗せするかなんかも、あの僕は検討すべきだと思うんですけれども、この点の認識、いかがでしょうか。 はい、えー、この、えー、京都府の休業要請に伴う、えー、措置、えー、休業保障の補償金のことでございますけれども、京都市におきましては、えー、先ほど私申し上げましたとおり、えー、休業要請をしない対象とならない、まああの、多様な幅広い事業者の皆様を含めました、えー、そういった補助金をこの度創設したところでございます。えー、まさに、えー、来週から受付を開始し 今現在、周知に努めながら、コールセンターで各種の相談に対応しているというところでございます。この補助制度、要件は50%以上売り上げが減少しているという厳しい状況の中においても、これからも事業を継続して、新たな取り組みをやっていこうという方を支援する目的で創設されたものでございます。この制度を含めまして えー、国や府の各種の支援施策も活用いただきまして、えー、この厳しい状況を乗り切っていただきたいという思いでございます,いますあの乗り切れないからですねあの多くの方々が求めてあのおられるというのは、う多分現状で認識されているとあのいうふうに思いますし、あの補助制度について言いますと、あの50%を、えーえー、超えない。 例えば3割減とか2割減の売り上げの方々は対象に入らないということは明らかですしあのもちろん影響を受けているところは例えば飲食店とかあの宿泊関連とかはもちろん影響を受けていますからそこに当てはまるでしょうでまたあの休業要請を受けているところでまともに休業要請をやっているところはそこにはまるわけでありますがそれ以外のところはまらないということになってくるわけでありますよね。 関連の,あの基準がいろいろありますけれども、あの密に関連しているところはも,うそれはもちろん、あの営業状態、本当に逼迫しているということでありますけれども、そういう逼迫しているところと、これからやっぱり逼迫していくだろうというところも視野に入れて考えるべきだというふうに思いますし、今、ご答弁なかったですけれども、あの保証制度作るべきだというふうに思いますけれども、再度、答弁いただきたいと思います。 この保障制度の件でございますが、先ほど申し上げましたとおりでございますが、新たなこの対象業種を限定することなく、幅広い業者を支援するという目的のために、新たに今回、緊急的な補助制度、補助金制度を創設したところでございます。この制度を含めまして、さまざまな支援策、融資、補助金制度、各種の補助金制度、から給付金。 え雇用、まあそういった策を全般的に困っておわれる方々にご紹介し、これらを活用いただきまして、な、え、ん、ー、とか事業の継続、この局面を乗り切っていただきたいという考えでございます。以上でございます。いやあの保障制度について答えていただけたかったんですけれども、あじゃあどうぞ。はいあの。えー その給付金ですね、それはあの、えーまあ、考え方といたしましては、その休業要請に協力をしていただいた方に、まあ、協力していただいたことに対する、まあえー、どういうんですかねその、給付というような形になっていると思います。まあ、それとその休業保障っていうのは、まあ、全然違う考え方になりますんで、そもそもの,その法律の、えー、レベルで,です、ね、そういう場合の補償をどうするのかっていうのを、 決める必要があるんじゃないかなというふうに思っております。まあ今の法制度の中ではそういうものがこう明確になっていないということがあってこういう話になっていると。ですからまあその休業保証ということであればですね元のえ法律の方からいろいろ検討していく必要があるんじゃないかなと。まあこのように考えておりまる。ならばですねあの今の風のでですねあの休業せに応えた部分にあの応答しないっていうのをまあいろんなあの市民の方々から なぜ京都だけこういう形になっているのか、もちろん売上要件はあの割ないですから、幅広く事業者がその給付金をいただくということになると思うんですけれども、一方で、やっぱり額の問題というのは、それこそ事業の規模や、 今の営業状態によって変わってくると思うんですよね。だから本当にあのそういう意味ではあの上乗せなんかも含めてですね、まあ、先ほど法律の問題があるっていうことで言われたので、あの,風のですね、今のところに上乗せできるっていうことではないかと思うんですけども、その点いかがでしょうか。はいあのまあ、給付金は がですね、今あの申し上げましたように、その休業要請に対するその給付ということであるということでありますので、まあ、これはその知事の要請に基づいて、えー、あの協力された方に出ると、まあ、こういう考え方なのかなと、で我々のあの考え方は、まあ、今先ほど、出張が申し上げましたようにです、ね、休業要請を受けた、受けられたところだけが今、厳しいわけではございませんので。 まあそういった方々のえも含めて、休業要請に応じられたあの方々も含めて、支援するような方法がないか、それでえそのえ休業要請に応じる、応じない、かかわらず広くえ対象としている、そういう方々に、休業要請を受けられた方々にとりましては、ああ両方とも受けることができるわけですから、そういう意味ではプラスになっているんじゃないか、このように考えております。 平井委員もちろんあのマイナスだとあのいうことで言っているわけではなくてです、ね、今の,あの業者の皆さんの現状から考えるとです、ねあの、やっぱりそういう保証制度を作れないならば、やっぱり風にも上乗せしてほしいという声が出るのは当然でありまして、はい、ぜひあのこういう形でやるのか、それとも、 別の形があるのか、もっと本当に知恵を出していただきたいと、あの補助制度の話がずっと出てましたけれども、負の補助制度はもちろん補助率は違いますけれども、一方でさらに対象を広げているということでありますから、そういう考え方も含めてですね、あの全体的に検討していただきたいと思っています。えっと二つ目はですね、あの固定費の問題でありますけれども、あの国作られたということで先ほど紹介ありましたけれども。 あのもちろん、事業者の皆さんの今の球場全体がですねまあ国にも伝わったということがその証明だと思いますけれども、確かにそうなんですけれども、やっぱり期間で言いますと、今から考えるといつ出るのかっていうことがあの大きな問題になってまして、今もあの家賃、詰まってるんだっていう事業者に対しては、なかなか効果があの薄いと。 あのいう風に考えますし、あのテナントの農ナーなんかも生活圧迫されてるとあのいう風に思います。あの京都市に、えー、京都市そのものがですねこれまで固定費に対しての考え方っていうのはあのどちらかというと僕は後ろ向きだとあのいう風うに思いますし、福岡や北九州なんかは先行的にあのすでに 家賃の補助制度を創設しているということでありまして、財政規模等々考えてもです、ね、まあ、いろいろな課題があるかもしれませんが、あのなぜ、まあ、そういう中で,です、ね、事業者の苦境の下で、あの固定費の補助を、えー、京都市としてまず先行的に行うという姿勢がないのか、この点はいかがでしょうか松野市長。すみません はい、あの支援の方法、さまざまな施策の目にはございますけれども、我々は、えー、いち早く、まあ、かん一番京都で困っておられました当時環境、観光事業者という方々を緊急的に支援していくという目的で、えー、急遽補助制度を設けました、まあ、それが、えーまあ、それを新たに今回、ですね対象を拡大して、中小企業、個人事業者、 方々含めて補助対象となるような制度をこの度今構築したというものでございます。施策の支援の在り方、まあ、固定費補助というのも一つのやり方ではありましょうが、確かに確か、えー、他都市においてもそういうことをされているところはございますが、まあ、なかなか厳しい財政状況もある中で、どういった形で、どのような事業者の方を支援していくかというのは政策そのものでございます。まあ、今、えー、国においいいててももも固定費の補助ととうことについても 具体的な議論検討されとされているというふうに承知しておりますので、えー、我々といたしましては、えー、非常に家賃等の負担が重くなっている中で、さまざまな、えー、持続化給付金などの策を活用いただきまして、なんとか、えー、この苦境を乗り切っていただきたいという思いでございます。以上でございます。平井議員、まあ、ちょっと討論長くなりますんで、あのぜひあの固定費の補助を求めておきたいと。 あのいうふううふに思うのとあの給付ですね,ねやっぱり国の給付は1回きりなのであのそれ以上の求めはできないということになりますから。 それ以降のやっぱり事業者の先行き不安が出てくるというのは明らかでありましてそういう部分も含めてじゃあ自治体で何ができるのかというのはぜひこの点でも考えていただきたいと思いますあの先ほども窓口の問題あ,のありましたけれども相談体制ですね市内5か所でやっておられるということですけれども窓口そのものの数で言っても少し足りないんじゃないかという思いをあのしているのとあの情報を知っている事業者 と知らない事業者の差がどんどん開いているというのはたぶん京都市の方々自身もあのお,かじお感じだと思うんですけれども、まあ、年齢差だけではなくて情報が入らない方もたくさんおられるのであのもちろん今回の場合はですねあの飲食業や宿泊業多岐にわたってですねあのそういう中であの多くの事業者の方々が情報を求めているわけでありましてそういうあの情報をですね ちゃんと提供するっていうのが、行政に求められてるんじゃないかと思うんです、この点でもやっぱり、政果の趣旨っていうのは、よく組んでいただいて、ねあの、体制も含めて検討いただきたいと思うんですけどいかがでしょうか、ねはい、松野市長、はいえー。この相談体制でございますが、えー、議員、あのご案内のとおりですね。 商工会議所、は経済センター含めまして、各地域のサポートデスク、あるいは金融機関等々、さまざまな場所、あるいは京都市のコールセンターや各種の相談窓口にも市民、あるいは事業者の方からの相談が寄せられているという状況でございます。こういった中でそれらのの体制我々もも商工会議所のデスクにつきましても お願いいしして増員したところでございますまた、各種の事業に伴いますコールセンター、まさに緊急補助金のコールセンターを設けておりますけれども、こちらにも毎日300件を超える相談が、問い合わせが寄せられておりますが、補助金の内容にとどまらず、国の持続化給付金や京都府の 各種の補助金制度こういったことの問いいい合わせも実はございますここういったことに関しましても、我々は法で知る限りは対応してお答えしているという状況でございますし、また、情報としても、情報が日々更新、追加されるという状況の中でございますので、京都市の情報館ホームページにおきまして、それらを迅速に更新して、これも京都市以外の府や国の施策、含めまして、 皆様に分かりやすい形で情報を発信しているところでございますので、引き続きこういったことに努めて、情報をお困りの皆様にお届けできるように努めてまいりたいと考えておりますはい依頼員あの、今の事態の中で、ですね例えば補助金制度の,あの募集期間が始まれば、その募集期間、コールセンターを作れば、そこにも殺到するという状況になっているわけでありまして。 それ以外の方例えばコールセンターかけてもつながらないという方々もたくさんおられるわけでそういう集中する部分に対してどうするかということと合わせてあの事業者というのは生活と事業が密接につながっていますから多岐にわたる相談まあ先ほど局長少し答えられていましたけども個別いろいろあると。 あのそういう専門的な部分にどうたどり着かせるかというのも一つの手段でありましてもちろん区役所は区役所で窓口作ったらすべて解決するということではないけれどもちゃんとつないでいただくというようなあの形になれば一番いいわけでそういう事業者の方々が本当に情報を得られないということや。 あの専門的なところまで聞きたいという方々のニーズにどう応えるかというのは、やっぱり今、求められていると思うんですよね、そういう日常の幅あとは違う幅ですけども、やっぱ幅広げてです、ね、すべての事業者が制度周知をしてです、ね、今の苦境を乗り切っていくということは、本当に求められていますし、さらにあの検討深めていただきたいというふうに思います。 あのこの間、休業しているあ,のある飲食店の方と話す機会がありまして、コロナの感染拡大が広がる中で、周りの市民の方々から、負の不自粛要請ですねの中身、あまり知らない市民の方々もたくさんあのおられます、だからですね店を開けてるだけで、なんで店開けてるんだっていう声や、休業して当たり前じゃないかっていうようなあの声が出されているっていうのがあの現状であります。 その後あの、その方は従業員の方とすぐに話し合って苦渋の決断で店を休業したということでありますけれどもあの現状やれるところまではやってみようと思うけれども感染が続くか分からないとどこまで続くんだという不安があると併わせてコロナの収束に向けてあの協力したいけれどもやっぱりそこには生活があって事業があるというのが。 実情でありまして、そういう中で、やっぱり今、京都の下支えをしている事業者が、あの現状、もちろん倒産という件数では出ないですけれども、あの中小企業の方々や小規模の方々が、どんどん潰されていってるというのが実情でありまして、本当にこういう声を届けて、やっぱり今、行政の皆さんに本当にやれること、もっとやってほしいというのが要望でありました。 今現状厳しいっていう時だからこそですねやっぱりどういうふうな形で理想をつくってですね現実を本当に理想に近づけていくのかっていうのが求められてますしそういうのが議員の仕事であり行政の仕事だと思っています不安とですね日々の生活の苦しさを持ち続ける事業者の方々にですねあらゆる方策傾けていただきたいっていうことと あの根本的にはこういう政府の趣旨もあのきっちりあの答えていただきたいというふうに思いますけれども、最後、認識聞いてお、はいえー、田中産業,あ産業企画室長。 現在の状況の中でさまざまな不安あるいはまあ苦しみをお持ちになられているまあ というわけで、まあ中小企業者の方々、小規模事業者の方々、こういう方々に対してどういうことかあできるのか？というのは、まあ,あの冒頭局長から申し上げましたけども、私どもも一生懸命も考えてえ取り組んでいかなければならない課題だというふうには思っております。一方であのこの相談体制のあり方等につきましても、まあこれはあの繰り返しになります。けれど、も日々刻々とまあ充実強化をしております。まあ最新の対策を含めまして、詳細な個別のご相談に的確に今。 そうした不安などについても、そのような詳細な個別の中身になってまいろうかと思います。ですので、こういった専門的な相談につきましては、ホームページ等で一元的に問い合わせ先の情報をまあ掲載するなどいたしまして、適切な窓口にうまくつなぐことができるように、引き続きまあ努力をしてまいりたい、次に、えー、国本委員。 よろししくお願いしますこの請願についてですけれども、先ほど説明の中で、あの持続給付金等々のお話がございました、でですね、この京都府、また国の制度をいかに市内の事業者の方が、まあ、あの皆さんがですね、素早く、 申請していただけるか利用していただけるかというのが実は最も,も大事なことだというふうに持続化給付金なんですけど実はこれすべてが電子申請でございましてこれ国直轄事業なんですけれども電子申請でございまして今私どのものに寄せられている声というのは要はそのインターネットそのものが使えないというまあ高齢者の方とかが非常にまあお困りの声を頂いているのが現状でございます。先ほど えー、説明でもありましたし、えー、委員からの各委員からの、えー、答弁でもありましたけれども、その部分、そういう、えー、国の制度をしっかりと、えー、サポートしていくのが市の役割であるというふうにご答弁もございました。このことについてですね、あのこういう要は、えー、情報弱者、あのインターネットとか使えない。 情報弱者と言われる方に対しての委員会サポートをですね、やっぱりしっかりしていく必要もあの市としてはやっぱあるのではないかというふうに考えるんですけれども、この点についてはいかがでしょう。松野市長、このあのま情報につきましては、えー、昨コマ、ま、ネットによる情報発信というのが主流になっておりますが、やはりあの高齢者の皆様とか。 あの情報弱者といわれる、なかなかネットにアクセスできない方、こうした方々へのフォロー、対応をどうするかということが大きな重要な課題でございます。で私ども、ホームページを主な情報源発信のもととしながらも、必要に応じて紙ベースでのチラシや申請書のものをまあ区役所、書等に配下するなど、 まあそういいったた形も含めてて対応してまいりましままり議員ご指摘の国の持続化給付金については、ご指摘のとおり、すべて電子申請になっているということで、ホームページを見てますと、電子申請以外の方法についても、なんか工夫がされる可能性はあるようでございますけれども、なかなかあのそういった場合でも、ネット情報を見ないとですね、 どういうふうに対応していいか分からないというのは実際あるかと思います。で、我々の方にもしそういうご相談あればですね、もちろんその場で電話等でお伝えさせてもらいますし、いろんなコールセンター、各種窓口ございますけれども、そういった方々のへのフォローという意味では、そういう代替策なんかについてもご案内できるように、丁寧に対応する、こういった必要があるかと思います。ままたあのなんて言いますか 紙ベースのいろんなチラシですね。我々の産業観光局にはもちろん、チラシと置いておりますけれども、まあ、市役所、区役所、支所等にも配下して、そういったことがご案内できるように、えー、努めてまいりたいというふうに考えております。さん委員、はいえー。今、このコロナウイルス対策ということで、要はその、極力対面しない、でまあ、インターネットで、えー、と申請できるというのは非常にスピーディーで。 いい面もあるんですが、その一面でそういう方々が、えー、なかなか給付を受けられないということもあるというふうに思いますので、そ,こその点の認識、先ほどあ,のありましたけれども、えー、国の事業、府の事業を速やかに市内の事業者に届ける、これをその京,都市の、えー、京都市としてあのしっかりとあのさす、 バックアップをしていただきたいという思いが非常に強くございますので、その点についてはお願いしたいというふうに思います。あと、そのえー、京都府の、えー、休業、京都府の休業保障については、これはあの他府県とか違いまして、えーと、条件とかも非常に緩いですし、これは一律皆さんがしある意味申請すれば。 えっといただけるものだというふうに思ってます。そこその点のその情報提供とか、今もすでに申請も始まってますし、あの見てみますと非常にえっと簡単にえっと申請ができるというふうにもなっておりますので、この点についてもこのについては私は問題ないかなというふにも考えております。で、窓口についてなんですけれども、これ代わりに公約書にしたらですね、それこそ集中して三密になるんじゃないかなという危惧がありまして、今。 実際のところ、さまざまなところ、電話でアクセスしてえ予約をして相談に行くとい,いろんな制度をそういうふうにしていますけれども、そういうえ三密に、ち,ちょっとみんな、皆さんも忘れかかってるんちゃうかなと思うんですけど、三密にならない工夫っていうのをですねしっかりとしていく必要があるのではないかと。当然え事業者さんにも 三密にならないようなあの取り組み、さまざまなところでやっていただいてますけれども、コロナ収束したわけではありませんので、その点について、やっぱり三密にならない取り組みっていうのは、非常に大事だというふうに思いますが、この点についてのご所見をお伺いしたいと思います山本委員、えー、委員長あの局長、失礼しました、山本局長。 はい、あのあのおっしゃる通りかと思います、まずあの1つは先ほど申し上げましたように、その相談の内容によってです、ね、かなり、えー、個々いろんな状況がありますそれにその、えー、専門的なその知識、あるいはその権限を持っていないところがです、ね、あの中途半端な えー、お答えをするとかえってご迷惑かけたりするようなことがあるかもしれません、ですから、まあえー、できるだけその専門的なところに、専門的な窓口にうまくつなげるように、これを一つ考えてやっているところでございます、それからあの、えー、区役所はですね、あの当然、区民、まあ、これは事業者であろうが市民で,あ,の区民であろうが同じなんですけれども、相談があればです、ね、そういうことはあの私のとこは関係ありませんというはずがありませんのでね。 今でもその区役所のに相談があれば、必要なところにご案内をしているというふうに思いますし、我々のところも必要な情報は提供しておりますので、そこにその窓口を作って、相談者を集めるというのは、今ちょっとなかなか難しいかろうということは、今やっておりますようなコールセンター方式みたいなものが。 適切なんじゃないかなというふうに考えております。ただまああのえ情報弱者と呼ばれる方々に対しての対応というのはこれはちょっとえもう少し工夫がいるかもしれませんし考えていく必要があると思います。はい、えー。他にはこの件に関しまして他にはございませんか。はい。山本い、えー、委員。 あの先ほどあの会派の平井議員が質問したことでちょっとわからない点がありますので2点ほどお聞きしたいと思います。あのえー今50、50%の減収という要件やあと休業要請の対象になっていない方たちへの支援は京都市の立ち上げた緊急の支援補助金ねこれを使っていただきたいということを今言われたと思うんですけれども私たちお声をお聞きしてましても え今休業要請の対象にはなっていない商店の方やまたえ休業要請の対象にはなっているがそこにえ品物を卸している間接的な業者さんが休業要請の対象の給付金の対象にはならないでありますとかあと伝統産業のね関連の職人の皆さんもなかなか難しいのでえ厳しい状況があるんですけれどもそういった方々 に対してこれ実効性のある制度なのかというところがちょっと疑問に思っているんですけどどうでしょうか。今般のこの、えー、緊急補助金でございますけれども、あまあ、できるだけ幅広い事業,業者の方、対象としゃべるようにです、ね、中小企業、 それから、えー、個人事業主フリーランス含めまましした対象としておりますでその中で、えーまああの、事業を営んでおられる方が基本にはなりますけれども、まあ、NP 法人であるとか、あるいはさまざまな業界の団体であるとか、まあ、そういった方も含めて、対象幅広の対象になっている制度でございますので、えー、例えば、まあ、伝統産業の,、まあこの職人さんであるとかですね、そういった方もお個人のまあ 事業主として対象になる可能性もございますでまた、要件としては50、50%の売上減少という、まあ、そういう要件はついておりますけれども、我々わ色々問い合わせを聞く中ではです、ね、かなりこの昨今のコロナの関係で、非常に厳しい状況で、もう50%どころかですね、9割、8割も減少していると。 いう状況の方がたくさんあのお家になりますので、<laughs> えー、幅広いのです、ね、対象になった制度じゃないかなというふうに今、考えておりますので、この制度をまずご活用いただけたらというふうに考えておりますえただいま12時を回りましたけれども、この請願審査の後あの一般質問の予定者の方1名様、1名ですので、このまま休憩せずにあの続けたいと思いますのでごく、ご協力をよろしくお願いいたします。 はい、山本委員続けてください、はい委員長えー、今、あの何とかこれ使っていただきたいというような趣旨のご答弁だったと思うんですけれども、ぜひこ,うこの制度の、ね、実効性というものは、まあ、数日間の申請期間ですけれども、しっかりこれが手当てできたのかということは、ぜひ検証していただきたい、あの4万8000中小零細事業者の皆さんの、もう1割1回いかないかというところの事業だと思いますのでね。<laughs> <laughs> えー、商店の皆さん、まあ、卸業者の皆さんとかはこの制度にどこまで手が届くのかというふうに思ってますのでぜひそういうあの狭間の事業者の皆さんへの支援というものをしっかり考えていただきたいというふうに思いますあとあの相談窓口のことなんですけどもあの局長が個別な相談はいろいろあってで専門のところにいたことが必要だと、えー、コールセンターでそういう <laughs> あの振り分けをしていただけるということでよろしかったですか 山本、えー、失礼しました、田中、えー、室長。個別の、まあ、お問い合わせに対するコールセンターでの、まあ、対応ということでございます。あの今回、持、えー、続。 緊急支援の補助金でもコールセンターを設けておりまして、こちらの方でもそうですけれども、市のコールセンター、こちらの方に問い合わせがあったときも、私どもの方で事業者様向けの国風市の支援策、これをまとめたホームページに上げておるような資料、あるいは市全体で事業者様の支援策以外の市民の方々へのまあ こういったものも一元的にまとめた情報、これ、ホームページに上がっておりますけれども、こういったものを情報源として、市のコールセンターでもまあ対応されるというふうに聞いておりますので、それぞれに記載された個別の問い合わせ先につないでいただけているというふうに考えております <はい S 3> 山本委員、はいあの。事業者の皆さんが相談されに行った場合でもですね、えー、その請願の職種の中にもありました。 あの商工会議所の方もたくさん京都市から委託をされておりますのでその対応が本当に大変だというお話もお聞きしてますなのでその実例としてライブハウスを経営しておられる方が相談に行かれたけれども商工会議所に相談に行かれたけれども県もほろろにやっぱり対応してもらえなかったという実例でありましたまあそういったところ最後行政の役割がやっぱり求められているんではないかなとそういう手当てをしなあかんのではないかなと思います えー、あのホステスさんでも、ね、この個人営業者の方が多いんですよね、そういった方が商工会議所に相談するのかということにもなります、相談先がわからないという声も上がっています、まあ、そういう狭間で苦しんでおられる皆さんにしっかりその支援の,あの情報が届くように、そういう窓口が必要だということをあの再度言いたいと思います。えー、最後にですね えーまあ、私局長の言葉生き残りをかけて頑張っておられると弟子としてもできることを頑張っていきたいというお言葉ですけれども私とっても他人事だというふうにお聞きしました私は京都市の生き残りがかかっているというぐらいに思わなければならないと思ってます私このこと、えー、請願者の方からお話をお聞きしたときに、えー、昔京都市は中小業者の皆さん零細事業者の皆さんを救うためにこの、えー、融資の預託金制度を 京都市が作ったたとということを聞きましたで借り換え融資も本来銀行の常識ではそんなことはできなかったけれども、えー、融資の預託金制度で借り換え融資を認めて、えー、中小零細業者の皆さんを救うということを自治体が決断をしたというお話をお聞きしました、今、京都市に求められているのは、常識では対応できない支援の策を、私はこの請願者さん、皆さんが求められているということ、ここを切実に理解をしていただきたい。 このことを求めて質疑を終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。他にございませんか。なければ取扱いにつきまして失礼しました。えなければ取扱いにつきまして、えー、いかがいたしましょうか。えー、まず、えー、自民党さん。 あのい,いろいろね、ルール、議論あったんですが、もこの西岸の皆さん方のお気持ちはもう、われわれも痛いほど理解をするし、えー、現状、なんとかあやっていただきたいなと思うんですが、もうこの間、京都市もおいろいろ京都市独自で、えー、いろんな資料連作を考えていた,だくいただいておりますし、えー、現状、このうん状況で京都市独自で、まだまだというような、 ことはちょっとなかなか厳しいのかなと思いますし、固定費に関しましては、国の方で、事項で第二補正ということで、また出てくるというふうに聞きますし、ああ窓口対応も今、現状、局長をいただいたような形で、検討を進めていくということでございますので、ああ今回はまあ留保とさせていただいて、この請願のお気持ちも分かりますので、 取り下げ、まあ、陳情も含めて、ご検討いただくとありがたいと思いますが、今回は留保でお願いいいたしますはい、留保ということで、はいえー、共産党さん。 それぞれぞの皆さんのご議論ありましたとおり、あの事業者の状況が今、好転になるわけではないわけでありまして、あの先行きもなかなかあの見えにくいという中で、請願そのものの趣旨が本当に生かされる状況が必要かなというふうに思ってまして、ぜひあの賛同していただきたいというふうに思ってい続きまして、公明党さん。 コメントといたしましても、さまざまなお声をお聞きしております、えー、請願者の思いは十分に、えー、分かります、その上で、えーま、国の方でも、今、えーま、二次補正、また第2弾、第3弾と、経済対策を打たれようというふうにしていますのでこれを、この請願内容をやっぱ京都市に求めるのはちょっとしんどいんじゃないかというふうに正直思いますので、えー、できれば、えーと、ちょっと。 えー、請願者の方にちょっにお願いしていただいて、ですね陳情に落としていただくとか、えー、取り下げていただくとか、ちょっと考えてご一個いただければなというふうにあの思いますし、今回は留保というふうにさせていただきたいと思います、はい、留保、<coughs> はいえー、民主・市民フォーラムさん。 えっとまあ、請願の,この用紙や、まあ、1から2、3における、まあ、この要望につきましてはもちろん、この趣旨は理解をするところでございますけれども、まあ、京都府においても特定警戒都道府県ということで引き続き、おそらく5月の末まで この新型コロナウイルスの対策に基づいてやっていかれるというような状況でもございますで、えっと、今、まあ、こうやって採択をしてですね結論を出していくというよりもこの、まあ、請願の趣旨にできるだけ、まあ、本市が頑張って行政として繁栄をさせていくと。 いうようなところで展開をしていただ,だきたいというふうに思っております。ですから民主市民フォーラムとしてはこれはあ一回これ流布をさせていただいて我々も持ち帰っていろいろなことを対策としてどうでいけるのかを議員団としても検討していきたいと思います。まああの今回につきましては留保でお願いをしたいと思います。はい、えー。日本維新の会さん。 失礼しましまた日本,日本維新の会す、えー、我が開発といたしましては、この請願が4月24日に受理されているものでして、まあ、そこから動き等もありまして、この内容自体が少し、まあ、今の情勢とちょっとそぐわない点もありますので、紹介議員の方から一度、請願者の方とご相談いただきまして、まあ、できれば、えー、陳情の絵、えー、の えー、下げであったり取り下げ等も含めてご検討していただきたいというふうに思います、その上でまあスピード感も大事ですので、今回は、留保をさせていただきたいというふうに思いいますはいはい、京都党さんはい、えー、京都党市会議員団といたしましても、あのこの請願者さんの,あのお気持ち、またあのこれまでにあのご質問ありました、あの委員の。 思いともあの非常にあの理解をするところです。で、この間もあの廃業に追いやられたりとかえ、またくさんあの厳しい現状のお声をいただいているところで、あのハローワークも連日長蛇の列ができているというのを拝見します。と、あの大変心苦しい思いではあります。ただ、あの今国の方であの固定費の補助というところで、あのま議論が出ておりますのと、あとま京都市の方でも五月議会に向けて、今またあのよ。その年出等のあの議論も出ておりますので。 もう少しその動きも見定めた上で、あの京都党としても持ち帰って判断をしたいと思います。今回は留保でお願いします、はい。はい。それではですね、ご意見が分かれておりますので、まず留保か否かについて、留保か否かについて評決を取ります、うんえー。まず本請願は本日結論を出さずに留保とし、継続して審査することに賛成の方は挙手願います。 はい、多数であります予定本請願は留保といたします、えー、<coughs> 以上でですね、えー、本日のこの請願審査は終わります、えー、それでは、えー、一般質問に関連のない理事者これで退席願いますお疲れ様でしたあと処理なんで、ねはい、もう窓開けんでいいですかはい それでは一般質問を行います昨日までに山根委員から新型コロナウイルス感染拡大の影響による学生アルバイトの実態について一般質問の申し出がありましたので順次発言を認めることといたします。なお、お申し出のあった方以外の,質問の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんのでご承知おき願います。 また、えー、この一般質問の質疑時間は答弁を含め、各閣下はおおむね十分といたしますので。十分めどに質疑を終了、終了していただくよう、ご協力をお願いいたします。それでは、一般質問を行います。山根委員、どうぞ。はい、山根委員、えー。よろしくお願いします、えー。ちょっとお昼休みに入って恐縮ですけれども。 えあの3月の党委員会でえ内定取り消しの問題を議論させていただきましてえ局長の方からもですねその実態把握の必要性についてご答弁もいただきましたでその後、国への緊急要望の中にもこの内定取り消しの問題盛り込まれましてそれから C としてですね臨時職員え非常勤職員募集でですね新型コロナ の影響で雇い止めや内定取り消しにあった方々を優先募集するということもまあ打ち出されておりますのでえまあ引き続きですねその雇用を守るというこのお取り組み一層の強化をですねえ求めたいとまず要望しておきたいと思いますでその上でで日はあは今とりわけ切実なあの学生アルバイトの実態についてですねえお聞きしたいと思います。今あのバイトトのシフト削減減で収入激減というえまあ事態が 起ここってておりましてこれはえとですね民生同盟京都府委員会の皆さんがネットを通じて行った成年生活実態アンケートというものにですね1ヶ月で115件の回答が寄せられるということをお聞きしましたそれで少し紹介をさせていただきますと生活費を稼ぐため3つのバイトを掛け持ちそのうち2つが飲食と宿泊業でコロナで売上が下がり 予定のシフトの日に突然短縮またはシフト取り消しなどで生活が安定しない、まあ、こういう声、えー、それからフレンチのお店とガソリンスタンドを掛け持ちし休みなく働いていましたがフレンチのお店は休業、ガソリンスタンドもシフトが減りましたと、えー、学校も行けないのに学費は払わなくてはいけない、先が全く見えず不安です。まあ、こういった 切実な声がいいいくつも寄せられているととうことでありますそれで、えー、お聞きしたいのはです、ね、この大学の街、えー、学生の街、京都で、えーまあ、学業はもちろんなんですけどこの生活が、えー、続けられるかどうかという学生さん、えー、こういう事態が、えー、今、広がっていることについてどう受け止めておられるかということとそれから京都市でどれだけの規模で,です、ね、こういう事態が起こっているのかあー数字とか声とか何か掴んでいることがあるのかどうかお聞かせいただきたいと思います。 安田均仕事環境整備担当部長、はい。学生アルバイトの現状についてでございます。新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりまして、全国的に宅地場の弱い学生のアルバイトなどの非正規雇用の労働者、これを中心にです、ね、非常に苦しい状況になっている、困難で不安を抱えている学生が増えているというのは現状でございます。 あの今日ここ京都におきましても、労働局ですとか、ジョブパークでの,あの解雇、雇い止めの相談が増えてきておりまして、あのこれはあの学生アルバイトに限定した数字ではないんですけれども、えー、労働局におきましては、解雇、雇い止めが142件、すいません、これ4月のお速報値でございます。でまたあの、ジョブパークですとか、京都府の労働相談所におきましては、収入減少等の相談が234件、解雇、えー ですとか、そういう解雇といったそういう出勤の抑制をにつきましては90件、こういった数字のを受け止めているというようなところでございます。で、あの具体的にはアルバイトにあのが収入が減った、あるいはなくなった、あるいはあのシフトに入れていない学費が家計を圧迫しているといったこういった声が聞い 影響を受けるところでございます。え今後このままあの感染拡大長期化いたしますと学生のアルバイトへの影響これが非常に顕在化していくるものと考えております。本市としても何よりもこの意欲のある学生がですね経済的理由で学業を諦めるこういったことのないようにあのしっかりあのこの そのためには企業においてもしっかり経済的な経営支援とそういったものをおっていきたいというふうに考えているところでございます山根委員あの今お答えいただいたようにですね本当に深刻な実態だと思いますでまあ今、企業への支援ということをおっしゃられたんですが学生への支援が求められているということを私は強調したいとでオンライン授業対応のためのパソコンタブレットあるいは w i f i 機器購入で 経済的な負担が新たに発生するあるいは下宿の家賃が払えないあるいは就活もできない、まあ、こういう形でですね学生は今二重三重四重の困難に直面をしているということであの全国の大学でですねこの学費の大学の学費の返還を求める、えー、署名がですね、えー、集められているこんな事態にも今なっておりますで、あのー、これはですね全国で3万5000人の学生が回答した大学生協連の 調査ですけれども、40%の方がアルバイト収入が減と、えー、答えておられますし、学生団体、高等教育無償化プロジェクトフリーのネット調査では、退学を検討するという学生が20.3%取られたということで、これをですね学生人口15万人の京都市で置き換えて考えると、やはり少なくとも数万人規模の学生さんがです、ね、京都でもこういう事態に直面しているのではないかというふうに思います。であの国へ要望するのであれば 私はあの京都市自身がこういう実態をつかんでこういう実態になっているから今支援が求められているという形で,ですねぜひ迫っていただきたいと思いますし京都市単独でこれ難しいのであればぜひブラックバイト実態調査のときのようにですねあの京都府労働局それから大学などが連携をして内定取り消しアルバイト激減の,この実態についてですね若者や学生から直接ですね声を集めるということが あのできないのかどうか、あこの点、改めていかがでしょうか安田部長、はいえーはい、学生の実態把握についてでございます、えー。新型コロナウイルスの感染拡大による雇用の影響を把握してです、ねえー、地域の経済、雇用状態に応じたきめ細やかな雇用対策、これをやっていくということに対しても、ねえー、取り組んでいくためにも実態の把握というのは不可欠だというふうに考えているところでございます。 その上で学生企業どのような支援を求めているのかをしっかり把握してどのような要望を支援していくか。 を取りそれを判断した上で取り組んでいくべきだというふうに考えているところでございます。あの現在あの京都市京都府京都労働局行政機関をはじめまして連合京都が把握している雇用関係の情報を集約いたしまして、企業や労働者からの相談状況ですとか雇用の雇用調整助成金の活用状況就職活動採用活動の状況について定期的にあのウェブ上で公表しているところでございます。でまたあのこういったあの情報につきましてはオール京都でしっかり把握した上で。 緊急経済対策に対応した施策を検討し実施するとともに必要に応じて要望等を国に行っていきたいというふうに考えているところでございますでご指摘の,あの京都ブラックバーク対策協議会のでの調査 でございますけれあのこの学生アルバイトの実態のアンケートの調査については、30年3月に一旦公表しておりますけれども、以降、新型コロナの感染拡大による影響、こういったものも今、ございますし、就就活、アルバイトの影響が顕在化している中で、実態の把握は不可欠だというふうに考えております。 情勢においてはきめ細やかな対策に取り組んでいる必要があるということでございますので、ブラック・トワイト対策協議会といたしましても、大学生等の実態把握に努めるよう、また総合企画局とも連携しながら、実現に向けた検討を進めているところでございます。はいあ あの実態把握は不可欠だというあのお答えでした。本当にその通りだと思いますので、ぜひともですね、あのその取り組み進めていただきたいと思います。で最後ちょっともう時間がありませんので、あのお聞きしあと 2, 2点お聞きしたいんですが。 あの調査とともにです、ね、やはりどんな支援ができるかということが非常に大事だと思いましてでやはりあの京都で学ぶ学生さん観光業とか飲食業とかです、ね、やはり京都経済の,あの本当に一部を担っていただいている存在だという,ふうにも思います。でただ あの労働組合なんかに加盟していない方も、ね、本当にたくさんおられて1人でやっぱり声を上げることは難しいと思うんであので京都市が学生の皆さんにぜひとも分かりやすいメッセージを発信していただきたいということであの合理的理由のない内定取り消しは無効だと。 いうこととかですね合意のない一方的なシフトカットは違法だということとか、アルバイトも休業手当の対象になるということですね、こういうことを全学生規模でぜひともあの姿勢で取り組んでいただきたいということと、それから奨学金返済の負担も非常に大きいものがありますので、京都府の就労奨学金返済一体型支援事業について、京都市も財政負担を行って、ですね奨学金返済をさらに手厚く支援して、中小企業の 負担を減らしてですね後継者育成にもつなげていくとこういう今でこそね今だからこそぜひそれを踏み出していただきたいというふうに思いますでこの2点についてちょっと今日時間がありませんのでまた見解をあの資料にまとめていただいてぜひいただけないかなと思いますであの新潟県のですね燕市というところでは規制を自粛した学生に腰光りですねお米とマスクを 配布をしているとこういうこともしてますし、先日はあの琉国大学が下宿生に食料支援を行って大変喜ばれていることですので、あのそうやって困っている方で 生きること、生活を直接支援するということをです、ね、ぜひ考えていただきたいと、京都市においても、ね、第一市場、第二市場が連携して、ね、そういう取り組みできないかということもぜひ考えられると思いますので、ぜひあの京都で学び、働く、えー、若者への直接支援をぜひ他局や大学とも連携してあの考えていただきたいと思います。以上です、はいえー、ただいま 山根委員から要求のありました、えー、京都市における若者支援についての、えー、資料ですね、については、理事者、提出できますか、はい、安田部長、安田部長はい、えー、提出させていただきます、はい。提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議はありませんか。 はい、合議ありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれてはなるべく早くごご提出いただきますようお願いいたします。えこの件に関連指定は他にはございませんか。はい、なければ以上で <coughs> 産業観光局を終わります。理事者ご,ご苦労様でした。委員の皆さんもう少しすいませんしばらくお残り願います。えー、今年度の議会費およ予算議会費予算をび3月25日の 理事懇談会の決定を受け、政府委員長で確認,協議確認及び協議いたしました結果についてご報告申し上げます。まず審議機関外の 産業交通水道委員会の開会については、基本的に第2週および第4週の金曜日に開会することといたします。次に、本委員会の運営についてであります。審議機関外の委員会における局の審査順はそれぞれの開会日ごとに、1局目は交通局と上下水道局の調査を交互に行うこととし、産業観光局につきましては3局目といたします。次に、 都市調査については、委員会で目的、行き先、日程などを決定し、議長の承認を得ること、原則として一班で実施するが、やむを得ず2班となる場合は、複数会派で行くこと、調査の旅費は1人当たり年間14万円以内とすること、また、委員会の要望や会議出席の出張については、これも委員会で決定し、議長の承認を得ること、1回5人以内、かつ1泊2日以内で行うこと、次に実施視察については、 日帰りとし行き先が市内の場合は、えー、バス用車を行うこと、行き先が市外の場合は旅費条例に基づく、えー、交通費相当額を支給することとし、原則鉄道利用とするが委員会からの申し出があれば交通費の支給に変えてバスの用車も行えること、以上のことにつきましては委員の皆さんご承知おき願います。そこで、えー 本委員会の他都市調査についてでありますが、ご希望の調査項目等がございましたら、政府委員長までお申し出願います。なお、実施時期や実施方法などは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、政府委員長において協議することといたしますので、よろしくお願いいたします。予定していたしまおりましま